キャスリーン・ノーランとバーナデット・ピーターズと1998年、リチャード・クレンナは、アメリカ合衆国の俳優で、ラジオ、映画、TV ドラマで活躍した。カリフォルニア州ロサンゼルス出身のイタリア系。高校時代に、先生の紹介で、NBC のラジオに出演したことが俳優を志す、きっかけとなった。南カリフォルニア大学を卒業後、ラジオ番組で有名となり、 活動の場を TV へと移行した。TV シリーズのマッコイじいさんやスラッタリー物語でお茶の間の人気を独占する。その勢いのまま映画へ奉還サンパブロや暗くなるまで待ってで活躍した。しかし映画では低迷し、活動の場を TV 中心にしていた。1982年公開の映画乱暴で乱暴の元上官サミュエル・トラウトマン大佐を演じて、 再び脚光を浴びる。以降、ランボーシリーズに出演。チャーリー・シーン主演のコメディ映画、ホットショット2ではその役を自らパロディにした。1959年に結婚して3人の子供に恵まれ、次男は俳優のリチャード・アンソニー・クレンナ、長女のマリア・クレンナは CBS の副社長になった。2003年1月17日、水臓癌で死去。77歳。 ありがとうございます。